そう、僕ね、アベマ TV さんの方で、はい。はい。経済番組出してもらったんですよ。お。ほんで、その、タイトル、もうマジの経済番組なんですよ。すご。で、田中萌の新春がっぽり話っていうことで、アナウンサー田中萌さんが司会で、本当にこう、経済の、不動産に詳しい方、証券に詳しい方っていう専門家の先生と、の中に僕一人入ってやるっていう。そのタレント的な人だけなんですか？僕タレントは僕だけなんですよ。うわ、すご。マジのやつ。怖っ。LINE の画像見た、LINE の画像。LINE に画いや、像だけ。今、あれですか。見れるか。ちょっと見てみよもうマジのね。しかも、リモートなんですね。そう、僕リモートだったんですけど、その番組がもうマジなんですよ。新ニーサ活用術。ほんで、アンケートいろいろと書いてきたけど、来たんですよ、アンケート、番組の。事前アンケート。事前アンケート。事前アンケートは、2024年、東京の不動産は上がりますか、下がりますかっていう。うそ。答 えあたことと、ない。株価の動向はどうですかとか、うわー。もうね、アンケートがね、今までやったことないアンケートだったね。もう知らへんとどうにもできないっすね。でけへん。八木さんはそこをどう乗り越えてたんですか？まあだから、そこの、東京不動産で言うと、まあ番組でも言ったんですよ、東京のワンルームマンションが7800万になってたりとか、まあ 3L が1億5000万になってるっていうのは、海外の方が買ってるパターンもあるから、言うたりましたね、それ。だからやっぱり145円で考えたときに、やっぱり、110円ぐらいまで落ち着いたら、海外の人からしたら、その5000万ぐらいで買ってる、ワンルームやったら7000万、5000万ぐらいで買ってる感覚やから、みたいな。だから、高いんじゃないですかねっていう感じだったけど。でも、その僕いてるとこで、先生同士がさ、やりとりする、バトルすんのよ。怖と思って、テレビで見てたよ。振られたないっすね、その後。マジでバチバチ言った。先生同士もやっぱりこう自分の、なんていうかこう考え方っていうのは違うから。違うんや。やっぱりこう、違うね、やっぱり。でも、そこで、芸人でなんか、まあ、言うなとか言って、パターンあれよ、お前、それさっき言うな、俺のとか、なんかあれやん、バランスなとか。あのプロレスはね、経験済みやけど、経済のマジの、いやね、金利はね、とかいうパターンの、で、なんか、初めて真横にして、これ、俺、ここでやっていけんのかなと思って、ほんまに。いや、頭真っ白になりそうですね。それは、相当勉強しなあかんなと思ったね。お笑い、八木さんが、出る上で、お笑い要素は、どれぐらいの成分いるんですか？僕はね、ぶっちゃけ2割やったね。その番組態度からは何か言われるんですか？どんなニュアンスでお願いしますみいたや、いもうだな。から、いや、それが経済、完全経済。もうそのお笑いじゃなくて、もうしっかり経済的に喋っだてから、ます。入れ方としては、僕も、大阪で一戸建て買ったんですよね、2023年っていうと。で、僕のね、家は狭小住宅って言って、本当に狭いんですよ、14坪しかなくて。自分の家帰るときに通り過ぎてしまうんですよ。っていうとこに、人ボケ入れての、いや、これを買ったときって分かる？導入だけなんですね、もう笑かしは。そう。で、いや、僕で言うと株主優待っていうのがありまして、とかで、まあ昔で言うと、牛丼をね、株主優待で買ったんですけども、って言って。で、まあ、株が下がったときに、牛丼も食べたいから持ち続けてました、みたいな。だから、他の先生が、下がった時にもっと買い足した方がいいんだよ、そういうのはって言われたから、いや、僕そんな牛丼いっぱい食べれませんって返したりとか。だからそういう、なんていうか、お笑いをちょっとまぶすぐらいしかできへんの。もう、導入はもう完全経済やから。でも素晴らしい、上手っすね。そういう、
さっきのあの講演会の話でしたよね。ちょっとこうマジのやつにこうまぶしていくって感じ、うんうん、その塩梅がね難しそうな、聞かれることはなかったんですか、八木さんの知識を。あ、聞かれることあったよ。あの経済学者からどういうことだそれ、八木君みたいな感じにはならなかったっす、一回も。そっくりはなかったけど、やっぱこう、単語間違ったら、めっちゃこう、修正されるから、まあ、ドルコスト平均法っていうのがあるんだけど、あの、まあこう平均的に買うやつがあるんだけど、ドルコスト平均法っていうのがあるんだけど、いや、ドルコストはドルコストでやった場合って、それドルコスト平均法って呼ばれて。ちゃんとした言葉は使わないとダメだ。そう、修正一時句のミスがもう怖いな、やっぱ。すごい。言葉が大事ですもんね。言葉大事。まあ、そういう、で、吉本陸上出てた頃の八木さんからは考えれないですね。こんな、いや、経済番組の。あの、勉強、その、もちろん FP の勉強もしてるけど、やっぱりそういう出た時に喋れるような勉強、あの練習はまた別にしたならね。いや、そうっすよ。なかなか難しいっすよね、これ。だから、その、真面目な、頭に入れるのと喋るっていう、こう、両方がないと。これ、八木さん、その、そういう時に出る時の衣装とかって、自分の衣装とかって、どういう感じで持っていくんですか？その衣装はもう真面目な服やね、もちろん。くださいよ、奥さんが塗ったタンクトップで。あのね、それを、それ、TPO 考えないとダメなんですよ。いやテレビ出るときは派手な服着ろ言うてましたよ、八木さん。服重要やねん。コンビでサバンナで出るときは相方食わへんね。おとなしめの一歩引いた服。ピンで行くときはこれでもかっていうね、原色使った色でかくあんねん、これ。八木さん、コーディネーター、ね、しっかりと。経済番組のときはどういうのなんですか？経済番組のときは基本的に可もなく不可もなくっていうか、当たり障りのない。そういうことやん。服に主張はいらないっていうこと。いらない、そこは。なるほど。アベマはなんか、からし色のなんかセーターみたいな。原色、いやいや、原色。いや、だそこは完全に僕プロの人ちゃいますよの、あの、残しておこってんのよ。ちょっと、ちゃめっ気というか、隙を取って、そんな、あの、証券会社のとんでもない専門家の人とはちょっと違うんですよ。ちょっとかじってるぐらいのとこはっていう感じね。かっちりスーツで行くのはちゃいますもんね、やっぱり。それ言ったらもうほんまに一軸間違えられへん。ハードル上がっちゃいますもんね。上がりすぎるからね。で答えだったら、からし色の。からし色がちょうどいいなね。からし色がちょうどいい。ブラジルのね、要素もありながら。八木さんが経済番組出るときはからし色。からし色。いやだからちょっとね、ほんまになんかこういろいろやってど何がどうなるか分からへんけど、まあ、とりあえずね生き抜くなんかこう、はい、芸能界をなんとかね、はい、いやー素晴らしい勉強になります、うん、勉強になります、ありがとうございます。まだちょっと報告します。お願いします。ありがとうございます。